抜け穴や不自然な兆候など一切ない。何も心配しなくていい。よし、決めた。地球に、家に帰る。死ぬだけだぞ。さよならヘルマン。あんたが持ちかけた話はクソ以下だったけど、おかげで得られるものがあった。一体何のことだ。死からは逃れられない、ずっとそう思ってた。実際にそうだったし、でも今回は違う。これは自分の意思で受け入れるしよう。外から見る地球はどうだ。噂通りの美しさが、それともやっぱりあれは嘘なのか。いいか、お前さんのインプラントのことだが、どれも宇宙での使用は想定されてない。もしエラーが出たら絶対に無視するなよ、いいな。戻ったら、もし戻ってきたら一通り点検してやる。なんなら特別に割引してやってもいい。元気でな、B。もしもし、B？ しばらく連絡がなかったから、元気にしてるかなと思って。あなたはまだナイトシティで頑張ってる。私は全てを捨てて、逃げ出すことばかり考えてるくせに、結局まだここにいる。バカみたいでしょ。アリ地獄と一緒ね。出ようともがくほど引きずり込まれる。膝まで埋まったら最後、もう抜け出せない。エヴリンみたいに。とにかく元気でね。気が向いたら連絡ちょうだい。じゃあ。もしもし、 B？パナムよ、覚えてる？ほら、車の件の。あのさ、仕事を紹介してもらうことってできないかな。金さえ入るなら内容は選ばない。仕事でも依頼人でも何でもいいから、
もし情報があったら連絡ちょうだい。本当頼むね。じゃあそんな感じでよろしく。またそのうちアフターライフで会えるといいね。久しぶりだな、ビー。アルデカルドスのソウルだ。小耳に挟んだんだが、ナイトシティで随分派手にやってるみたいだな。詳しくは知らないが、もし助けが必要になったり身を潜める場所を探してるならいつでも頼ってくれ。あんたがアルデカルドスの仲間を救ってくれたことは決して忘れない。喜んで借りは返すぜ。じゃあまたな。ああ、よー、ビー、覚えてるか？ミッチだよ、ミッチ。カンタオから助けてもらっただろう。まあ、あんたが覚えてなくても俺は忘れない。とにかく、もし何か助けが必要な時はいつでも手を貸すからな。電話一本でナイトシティに飛んでくぜ。決して欲しい奴はいねえか。オフィスにランチを届けて欲しいって時も任せとけ。遠慮するなよ、俺は本気だぞ。それじゃ元気でな。ビー、大したもんだ。感心したよ。ヘルマンを追うと聞いた時はきっと死体袋の中に入って帰ってくるものだと思ってたけど、本当にやってのけるなんて。私の期待をいい意味で超えたやつはそういない。これからのあんたが楽しみだね。仕事を探してるなら私のとこに来な。こんにちは、B。報告が正しければあなたの寿命はもう残り半年もないそうね。あなたはその時間をどうやって過ごすのかしら。心身を休めてじっくりと人生の意味を考えてみるのもいいかもしれないわね。それか最後まで額に汗をかくのも悪くないでしょう。もしあなたが後者を選ぶというなら、父と私は喜んであなたの力を借りる。報酬は弾むわ。半年なんて思った以上にあっという間に過ぎるものよ。その時間を無駄にするなんてもったいないでしょう。B、元気？軌道通信は高くつくから手短に言うわね。あなたのこと思い出してタロットで占ったんだけど、引いたのが愚者、月、女、強行、全て悪いカードよ。新しい友人には気をつけて。お願い。